リベレオシスを使う理由と題してセノーが発表させていただきます。お願いします。発表の流れです。自己紹介をした後に僕がなぜリベレオシスを使うのかというのを説明した後に他のソフトとの比較をやってその結果についてまとめたいと思います。で、自己紹介ですけども、私は4月から新しく東京で一人暮らしを始めました。で、4月にノートパソコンを買って Ubuntu を入れてことでようやく Linux ユーザーになることができました。ただちょっと無線 LAN が繋がらなくて困っているので誰か分かる人を教えてください。大学院の研究では大気汚染のシミュレーションをやってました。で、リベレオシス関係としては関西リベレオシス勉強会に2回ほど参加させていただきました。で、僕がなぜリブレオフィスを使うのかということなんですけども、高機能でオープン、フリー、開発が盛ん、互換性実務的だと。で、そして私がこの発表で言いたいのは、フリーで一般人が使える唯一の統合環境がリブレオフィスだと考えるからです。で、疑問点なんですけど、リブレオフィスの各パーツには競合ソフトがあると思うんですけども、場合によっては他のソフトを使った方がいいのではないかなと昔考えたことがありました。で、その比較検討結果について今回は発表させていただきたいと思っております。で、比較対象条件なんですけど、大きく3つですね、無料でオフライン利用可能 OS 依存、リブレオフィスと同じ条件で比較しないと、それは不公平だということで、以下の3つのソフトを外しています。で、比較の視点としては、機能は品質がどうなのかというところを重視しております。で、比較対象一覧なんですけども、大きくワープロ表計算プレゼンス図形描画という4部門でやっています。データベースはちょっと僕があんま使ったことないんで、わからないでやった紹介です。で、ワープロドットの比較なんですけども、これはどういった形式でいくか、品質はどうなのか、出版とかの実績はどうなのかっていうのが重要な点だと思っております。で、ライターですけども、これはワードと似ていて一般系が良いかなと。で、画像を直接コピーできるのがいいと思っております。で、続いてテフですけども、テフは歴史が長くて、論文や出版なんかでの実績が結構あります。で、数式の、技術上業界標準となっておりますが、ただ学習コストが大きいというのがあります。続いて、HTML ですけど、これは Web の文章の標準形式になっておりますけども、実際に生のコードを書くと視認性が悪いという問題があると思います。続いて、メディアウィキですけども、これは Wikipedia で使われている記法です。で、表組や総合参照など高機能なんですけど、あんまり利用者が、やコンバーターが少ないというのが問題かなと思います。で、続いて、マークダウンですけども、これはリードミーダーのメモ書きで人気の、記法なんですけども、利用者はコンバーターは多いんですけど、これを使って出版を行ったという事例は見つかりませんでした。で、最後、リストラクチャーテキストなんですけども、これは Python で実装される軽量マークアップ言語になっています。Python 系の文章や休日などかのフリーの GIS、休日で文章で使われておりまして、書籍の出版事例がありました。で、ここまでの比較結果をまとめますとこうなります。出版事例、利便性からライター、HTML、リストラクチャーテキストの3つが実用的かなと思います。で、その中でも私はライターがいいかなと思います。それは、ワードユーザーとのファイルやり取りや画像の取り扱いが やりやすいと思うからです。で、続いて表計算ソフトなんですけども、これはカルクとグニューメリックの一騎打ちですね。他にフリーの表計算ソフトは見つかりませんでした。グニューメリックは計算や精度や速度はいいんですけども、日本語化がちょっといまいちなので、もうカルクを使わざるを得ないという状況です。で、プレゼンソフトなんです。これは本当にソフトがありませんでしたので、無理やりひねり出しました。テフと HTML のクラスみたいなものです。で、これらはテキストベースで作成可能で、目次などを自動生成できて、高機能な便もあるんですけども、学習コストが大きいというのと、ちょっと画像などの処理がめんどくさい。あと一番大きいのは、普通の人と対応やりとりするのが問題があるかというところです。で、最後、図形描画ソフトなんですけども、これは競合ソフトが多数あります。ギンプやインクスケープなど。図形描画ソフトで何をしたいかというところですけども、フローチャートを下に示すようなものを、だったり図解であったり PDF 画像をちょっと加工したり、そういったことができればいいかなと思っております。で、そういう面で考えますと、GIMP はもともとこれは写真などを加工するための方に特化しているのでちょっと違うなと。で、インクスケープ、これはレイヤークローンなんかなり高機能なんですけども、鍵線コネクタとか太い矢印がないっていうのが僕にとっては決定的なデメリットです。で、ダイナミックドローなんですけど、これは多分知ってる人少ないと思うんですけど、これ学校のパソコンに導入されていてちょっと僕はびっくりしたんですけども、で、これはフローチャートが書きやすくて、独学の言えないんですけど、ショートカットキーなどかなり慣れれば効率的に作業できるかなと思います。で、ドローなんですけども、これはリブレフスに入ってて手軽に使える、他のライターなどと連携がいいなど、ただ機能面でレイヤーがちょっとちゃんなんかシートみたいになっててちょっと違うなということで、機能の面でちょっと問題があると思います。で、比較のまとめですけども、ワープロはライター、HTML、リストラクチャーテキスト、表計算はカルク、プレゼンはインプレス。で、図形描画はドロー、インクスケープ、ダイナミックドローなどから使うのがいいかなと。ただ、品質、利便性、連携を考えますと、やはりリブレオフィスを使うことがやはり一番かなと、やっぱり思いました。なので、みんなで改善してリブレオフィスをもっと良くしていきましょう。以上です。ありがとうございます。